下味冷凍でおかずをパッと、鶏肉のマヨマスタード焼きをご紹介します。休日に下味をつけて冷凍しておけば、平日のメインおかずが時短で完成。下味冷凍を活用した鶏肉のマヨマスタード焼きをご紹介。鶏胸肉1枚はフォークで所々穴を開けます。2等分に切り、塩少々を振って5分置きましょう。ジップロックフリーザーバッグを用意します。オープンタブと滑り止め加工で開けやすい。粒マスタード、マヨネーズ、醤油、蜂蜜、潰したニンニクを入れ、バッグの上からよく揉んで混ぜ合わせます。鶏肉の水気を拭き取りましょう。鶏肉を入れて、漬けだれを全体になじませます。なるべく空気を抜いてジッパーを閉め、平らにして冷凍保存しましょう。密封性の高いジッパーと厚手の素材で美味しさをキープします。下味をつけて冷凍することで味がよく染み込みます。食べるときは朝冷蔵室に移して解凍しておきます。解凍は冷蔵室で行ってください。夕方には解凍完了。タレを拭った鶏肉は厚い部分に包丁を入れ、均一な厚みにします。クックパーフライパン用ホイルを火をつける前にフライパンに敷きましょう。鶏肉を乗せ、蓋をして中火で約2分、火を弱めてさらに約3分焼きます。クックパーなら下味のついた鶏肉も焦げつきません。裏返して弱火で3、4分焼き、火が通ったら取り出します。漬けだれ、白ワイン、バターを入れ、中火にかけてひと煮立ちさせ、ソースを作りましょう。食べやすい大きさに切った鶏肉を器に盛り付け、ソースをかけたら完成です。フライパンが汚れず、後片付け楽々。